はい、同人生活です。ということで、サイレントヒル続きからやってまいりましょう。闇世界へ、闇じゃない、裏世界へ連れて行かれて、で、こっちじゃねえんだよね。ワンコから前回ワンコから逃げるのに大変で、ついついこっちへ来てしまいましたが、こっちではないと。こっちではなくて、そうだね、このまま下に降りていけばいいんだよね、多分。Maybe。これ郵便受けにもうなんかアイテム入ってるとかないかな。ないか。いちいちこんな郵便受け調べねえもんな、フォールアウトでもなければ。おっとっとっと。ワンコか。ワンちゃんですか。ちょっと待って。ああ。くっそ、ワンコが腐るほどいるな。腐るほどはいないけど。たった2頭しかいないけど。2頭しかいませんけど、まあね。俺の中では、2頭もいたら腐ってるわ、犬は。で、こっち行って。やべえな。なんか、ワンコ率高くね、これ。もうスタミナとかそういうレベルじゃない感じで頑張ってほしいわ。俺走れないとかそういうのはもう聞きたくない。そういう言い訳は聞きたくない。このままもっと下に下がっていけば学校に着けるはず。ちょっと一回休憩しよう。休憩させてあげるよ。こんだけ走ったらね、確かに休憩も欲しいわ。なんかいるな。ワンコだ。ワンちゃんがいっぱい、やべえ。モスマンが出た。人を破滅させるモスマンが出たぞ。モスマンが出たぞ。よし、まあ、いいや。逃げ切れたんじゃない？よし、学校近い、学校近い。もう学校に潜り込もう。もう不審者として学校の中に潜り込もう。いい、許されるよ。変な奴に襲われてるんですっつって学校の中潜り込めばなんとかなるって。なんかアイテムない？なんかアイテムないかな。なんもないね。よし、学校へレッツゴー。もう学校の扉にバーンってぶつかったけどね。もう丸ボタン押したから入れましたよ。あれ？息切れてない。すげえ。これは？ここは学校か。そうか。あ、地図があるよ。何これ、世界地図じゃん。何このサイレントヒルってもう世界規模の話になった？絶対そういうんじゃないわ。学校の地図がある。撮ります。まあとりあえずアイテムはもうないから、ナイフじゃなくて、あれにしよっか。バールに、バールじゃないわ、鉄パイプね。よし、鉄パイプ。多分ね、狭い中で出てくる敵は多分、鉄パイプで応戦できるんじゃないかなと思いますけどもね。ここ開くかな？開いた。で、基本的に、サイレントヒルのこういうところは開く部屋をくまなく探してって、開かない部屋はマークつけてってみたいな感じで。あ、セーブあるじゃん。なんか奥いない？これ。あー、ただのオブジェか。ちょっとセーブしよう。久々のセーブー。じゃあ小学校の医務室セーブ。ここまででだいたい1時間ぐらいか。この中になんか、お、あるあるある。よし、栄養剤。他は？いや、待って。学校に栄養剤があるのっておかしくね？子供って服用できなくない？栄養剤。もしくは半分とかさ、先生用か。なるほど。で、ここでしょ？ロビーにはもう戻んないから、リース、レセプションか。レセプションね。レセプション行こうか。とりあえずレセプションの中を、
反対側だけどちょっと見に行って、受付だね。うわぁ、血まみれ。ムーア、ラナルド、ゴードン、どうやらこの学校の教員名簿のようだ。それがどうした？なんか、今のが後々のヒントになる系だったの？全然わかんねえけど。ムーア、ラノルド？うん、全然もうわからない。なんだこの血まみれの方は。血で文字が書かれている。12時の時、歌と音の集う場所。つまり12時で音楽室ってことか。失われた言葉の中、眠りにつく銀の道しるべ。定められた流れに目覚める。銀の道しるべってことは、なんだろう。多分、なんかキーアイテムってことだろうかね。失われた言葉が、なんだろう、ロストワード。さあ、わかんないけど。あ、わかった。なんか、ちょっと文字系のやつを集めてって、それでなんか音楽室に持ってって、これだ。きっとこのあたりの、あ、なるほど。誤字とかそういうのがあるのね。ちょっと待って、これ書かないとまずいな。で、多分これが12時5時と来たから、これは8時。はい。はい、違う。10時、錬金術師の実験場、老人の手のひらに黄金、握り隠された未来に賢者の水、握り隠された未来、賢者の水と引き換えに。そうか。とりあえず12時が、待って、ちょっと待って待って待って。ちょっと今気づいた。これさ、もしかしてこのマップ？マップがなんかその12時方向とかそういうこと？これ。ラーブラトリー、え？ライブラリーか。ライブラリーレシーブ。ライブラリー。クラスルーム、クラスルーム。とりあえずだ、ちょっと、情報整理しよう。これは、なんだこれ。地下か。ボイラールーム、ストレージ。とりあえず、謎かけがありましたね。謎かけがあって、はぁはぁ、じゃあ多分2階に全部集まってんだな。ミュージックルームがあるね。ミュージックルーム、これ12時か？逆じゃない？ 6 時方向だよね。まあいいや。大体覚えた。はいはいはい。で、10時がなんだ？ 10 時が錬金術師か。で、5時がなんだっけ？ 5 時が熱い風を生む光届かぬ地ってことはボイラーか。ボイラールームだな。静寂を破り、灯される炎。目覚める飢えた、時の扉を開き、餌を招く。よくわかんないけども、まあ、だいたいね、覚えましたんで、じゃあ行きますか。とか言ってね、後々忘れるんですけど、何これ気持ち悪い。扉が書かれている。誰が飾ったかは知らないが、悪趣味な絵だ。ほう。なんかこれが、あれだね、ありそう。で、ハンドガンの弾。待って、よしよしよし。オッケー。で、ここはハンドガンの弾と多分この絵だね。この絵が何を意味してるのかってのはちょっとわかんないけれども、多分扉があるから、まあよくわかんねえ。真ん中のバックヤードでもないけど、中庭に出ましょうか。おい。中庭に敵がいるぞ、これ。なんだこれ。白銀の月。あ、なるほど。ここにはめるんだな、きっと。なに。あー、こいつさ、最初俺を襲ってきたやつだ。まあいいや、なんか、この速度なら逃げられそう。なんだこいつ、気持ち悪いな。ちびすけが。
チビスケが追っかけてくるよ。え、なんか、笑ってる。おへおへ言ってる。なんかアイテムないかな？うわぁ。めっちゃいる。これ開く？これ反対側。ダメ？開くかな？おぉ。なんか今。わぁ。いっぱいいる。いっぱいいるな。待て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 。オッケー。あ、戦える戦える。楽楽。あ、やばいやばいやばい。これなんか掴みかかりがうぜえな。で、ここでとりあえず、あ、やべ、起きちゃった。ここでとりあえず、蹴り殺す。オッケー。体力大丈夫かな？ちょっとオレンジか。まあいいや。ロッカーには何も入ってないのかな？ロッカーには何も入ってないね。で、ここはどこだ？クロックタワー、あ、時計塔。時計塔のところになんかアイテムをはめて、先に進むっていうか、多分あれは地下に行くのかな？ここはなんだ？外出ちゃうんじゃない？これ。なんかいるね。あー！なにこれ？キューキュー言ってる。なにこれ？かわいい。あ、当たんない、当たんないぞ、攻撃は。なんだこれ？あ、消えた。なんだ今の、レアな敵かな？倒すと、レア度3のアイテムが手に入るみたいな。なんだったのあれは。ちょっと待って。これとか関係あるんじゃない？ないか。ハンドガンの弾が置いてあっただけね。オッケー。でだ。だね。どこ行けばいいんだっけ。ホール。ホールに行こうか。反対側の、反対向きのこのホール。ここか。ホールには入れないね。じゃあどうしようかな。あ、違う。別の入り口があるじゃん。じゃあ別の入り口か、あ。あったかなったけど。じゃあこっちか。なんか蹴り開けてるみたいなポーズになるのやめて、なんかちょっと面白いわ。敵はいないね。これは？中には何もない。ああ、階段下の。荷物置き場みたいなやつか。上の階にはまだ登らないで、ちょっとここら辺を見て回りますか。あとは反対側に行きたいから、まあ、まず教室。教室壊れて入れないな。そっか。教室ってさ、ゲームに出てくる教室ってさ、絶対机の中になんかあったりするよね。うん、ダメだ。この教室は入れない。この教室壊れてやがる。あ、こっちもだ。貴様、俺をこんなところに呼び出しておいて、扉が全て壊れているとはどういうことだ。まあどうでもいいんですけど、そんなのはね。別に何をしたかったってわけでもないんですけど、男子便所と女子便所。トイレか。トイレって言った方がおしゃれだね。わ、やべえ。ウッフフマンがいる。死ね！やめろ！やめろ！ Get off me！ サツリークのー！オッケー。ナイスサツリーク。気持ちよかったわー。敵が死んじゃうのすごい気持ちいい。あ、この人危ない人だみたいな感じですけどね。そんなこと言ったら。トイレはこれ開くのかな？トイレの扉は開くのかな？開きません！あれ？ちょっと待って、これ。トイレ一つ、あ？え、待って、小便器二つとか、マジもうこれ完全、女子便状態になるじゃん、これ。女子トイレ状態になるよ、男子トイレも。やばいね。まあ、どうでもいいんだけど、これ。北ゾン。北ゾンでしたわ。じゃあ逆。こっち。女子の方は？
女の子のトイレの方はなんかアイテムあるんじゃないのこれ。作りが同じだな、おい。なにこれ。トイレ入れるけど、的な？入れるけれども、みたいな感じですか？はい、ということで、ハリーさんがちょっと疲れちゃったみたいなんで、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。